宇治橋断辟は、京都府宇治市の橋寺法上院にある宇治橋の由来を、記した石碑の断片で、大化2年に、そう、道東が加境したと記す。日本現存最古の石碑の一つと考えられる。重要文化財。前景宇治橋断辟は、宇治境下境の由来を告す石碑の主部3分の1で、1791年の春に橋寺法上院の境内で発見された。 残りの石文みは見つからなかったが、帝王編年期に石文の全文が収録されており、それに基づいて、尾張の学者、小林良敵らが、古法帳の文字を連ねて、これを補え国史決算部を復元、1793年に完成した。その経緯については、非印に復刻されている。碑文は、大化2年に、そう、道統が加境したと記すが、これは、 宇治橋をかけたのは、道明とする、俗に本気の記述と矛盾する。他に証拠がないため、どちらが正しいかは不明。日本霊域不創略記、根弱物語集は道東がかけたとするが、これらは、当該碑文の流れを組む文で証とするには足りない。なお碑文を載せる、帝王変年記では、大化2年に、道東と道明が作ったとあり、不創略記は、国史枠として、 道明創始も平気。なお、道東の佳境は、民間の協力による事業で、同等のかけた宇治橋が流された後に、留学先の塔から帰国した道明が、大見朝廷の支援を受けて、感動の一環として宇治橋を佳境したため、俗に本気では、民間事業である道東の辞席は帰り見られなかったと、する説もある。石踏みの建てられた年代は不詳。碑文に記された。 大化2年は、宇治教科教の年代で、その記述を信じたとしても憲法が同時であると考える、必要はない。この件につき書家で、書道師あの魚住和明は、書法が北義王であること、国法が素朴であることなどから、平安時代まで下げることはできない。また、碑文の内容は、宇治橋演技ではなく道等の供養であり、生前供養の可能性を含め、 大化二年からそれほど離れない時代だろうと言っている。帝王変年器書斎の碑文は次の通り。ただし、太字は断肥に残る箇所で、変年器の、お断肥通りに、に修正。保石の際に、第一行第三句を、をおさむに、第一行第八句、さをあに、第三行第八句、昔を、句に改めている。または、金石文研究家の矢ぶた一郎は、 さらに第1行第8句、校を、悔いに、第2行第4句、絵を、恵みにただす。その構成理由は、文武器4年3月日日の道正殿、すなわち、山城の国の宇治橋は、お尚の創造摂取ところのものなり上官、人畜処理どくろ、救いをさむしめせ礼表しかも現法園第12代、四皇徳天皇大化2年、大化2年、日の絵馬、 はじめづくり宇治橋、県境北岩国名曰く、余裕釈市、名曰く道等、羊山尻恵満氏や、大化二年日のえ馬の都市、公立この橋、再度ド地区、第十九、ドクロ、方向光来像、道東温母代、三十一巻、第九高徳天皇大化二年、二年日のえ馬、元号児童、登る道明宝直志像宇治川橋、松村博し、 都下施設、縦野和美、井出田和久編、日本古代の交通、流通、情報3遺跡と、技術 ISBN978 から4から 642017305P213.217 から219、ウオ住和明、書と、漢字講談社学術文庫、2010年。ありがとうございます。